自分の好きな香りや、リラックスできる香りなど、いろんな香りが存在します。中には、ダイエット効果のある香りがあることをご存知ですか？美しくなりたいあなたに、匂いを嗅ぐだけで、ダイエットにつながる香りをご紹介します。ダイエットの助けとなる香りとは、香りダイエットのポイントは、匂いで満腹中枢を刺激し、脳を空腹状態から満腹状態に錯覚させて、食欲を減らし、過食、暴食を減少させる効果が期待できます。食べ物の香りだけでなく、身近にあるもので、嗅ぐだけで食欲を抑える、ダイエットの助けとなる匂いがあります。1、グレープフルーツ。ダイエット効果のある果物として、知られているグレープフルーツ。グレープフルーツには、食欲を抑える効果と、体重を減少させる効果があり、ダイエットをしている女性にとっては、もってこいの果物ですよね。グレープフルーツに、ダイエットに効果がある理由は、グレープフルーツの匂いを嗅ぐと、交感神経が活発になり、脂肪の分解を助け、インスリンの分泌を抑えることで、食欲も低下するので、体重も減っていくとされています。ダイエットには、グレープフルーツが効果がある、ということを知っていても、なかなか毎日食事前に、グレープフルーツを切って、匂いを嗅いで食べるのは、時間がなくてできない、という方は、グレープフルーツの香りがする、コロンやボディミストを、食前に使用してみてください。実際のグレープフルーツを食べるのと同じで、食欲抑制効果が得られますよ。2. ペパーミント。ペパーミントは、ガムや歯磨き粉、アロマやティーなど、いろいろなところで使われています。そんなクールで爽やかな、ペパーミントの匂いには、肥満した体重を減らす効果とともに、意識をはっきりとさせる効果があります。お腹が空いているときに、ペパーミントの匂いを嗅ぐと、食べ物に集中している意識を、違うところへと転換させてくれます。またペパーミントの匂いは、自律神経にも作用するので、ペパーミントの匂いを嗅ぐことによって、疲労回復効果や気分転換になり、ダイエットの天敵である、ストレスを発散させる働きもあります。3. ラベンダー。毎日忙しい日々を送りながらの、ダイエットはストレスが溜まりがち。ストレスが溜まると、自律神経が乱れたり食欲が増加し、ダイエットに悪影響を与える、恐れがあります。そんな時には気分を落ち着かせ、リラックス効果がある。ラベンダーの匂いを嗅ぐと、自律神経を整えながら、ストレスが溜まるのを抑えてくれる、役割を果たしてくれます。4. マニキュア。食べるものではありませんが、マニキュアの匂いにも、食欲を抑えてくれる効果があります。ダイエットをしていて、食事の量を毎食減らしていると、どうしても夜遅い時間に、夜食が食べたくなることも、そんな時に、気分転換にマニキュアを塗ったり、マニキュアの匂いを嗅いでみることで、食欲が一気になくなり、夜食を食べたいという気持ちも、消えてなくなります。ただし食欲をどうしても抑えたいからと、あまりにもずっと嗅ぎすぎてしまうと、気分が悪くなったり、頭痛の原因になることもあるのでほどほどに。5. 香水。一般的には、メイクが終わった後や、外出する直前に、香水をつけると思います。しかし香水をつけるタイミングを、食事をする少し前に変えるだけで、過食を抑えることができるのです。食前に香水をつけるだけで、ダイエット効果があるのは、つけた香水が、食べ物の美味しい匂いに勝ち、食欲を抑えてくれるからです。空腹時には、美味しい匂いのする、料理が目の前にあると、
ついつい匂いにつられて手が伸びてしまいます。食べ過ぎを抑えたい方は食前に少量の香水をつけるだけで食欲が抑えられ過食・暴食を防ぐ効果を期待できます。ダイエット効果だけでなくリラックス効果も。香りには満腹感を感じさせてくれたり食欲を抑えてくれたりとダイエットに嬉しい効果がたくさん見られます。香りにはダイエットだけではなく気持ちを落ち着かせてくれるリラックス効果があります。匂いには自律神経を整えてくれる働きもあるので、自分の好きな香りをゆったりとした気分で楽しむことによってストレス減少となり、ダイエットにもいい効果を与えてくれます。ぜひ香りダイエットをお試しください。